ねえママ、このアニメ面白いね。のびちゃん、このアニメ大好きだもんね。ねえ、突然ですが、緊急速報です。近日、惑星の破壊が社会問題となっておりますが、私たちが住んでいるこの地球は24時間後、何者かの影響によって滅亡します。全世界の皆様、地球最後の一日を後悔のないようにお過ごしください。時間がないので私は最愛の人と最後の時を過ごします。それではご無事で。ねえママ、地球がなくなっちゃうってことは私たちはどうなっちゃうの？大丈夫よ、何かの間違いよ。ふみちゃん、ママ用事を思い出したからちょっと出かけてくるわね。ママどこ行くの？すぐ帰ってくるわよ。うん、だからいい子にしてお留守番するのよ。わかった？うん。じゃあ行ってくるわね。待たせたわね。お、久しぶりやな。よう来てくれた。ニュースでも流れてた通り、この地球は何者かの手によって滅亡させられようとしている。だから今こそヨッチの力が必要なんや。分かっているわ。娘が帰りを待っているの。だからこの地球を救わないといけない。では早速作戦会議を始めるわよ。せやから、この世界を救うにはお前の子供が鍵となってるんや。何を言ってるの？あの子は何も知らない、ただの子供なのよ。分かってる。それでも力が必要なんや。ママ帰ってくるの遅いな。あ、これでママの居場所わかるんだった。ここか。あ、もしかしたらママ迎えに行ったらびっくりして喜んでくれるかも。ここがママがいる場所か。ママびっくりするだろうな。ママ？だからあんたのところの娘の力が必要なんや。何回言ったら分かるよ。あの子はただの子供なのよ。ダメよ。ドミちゃんは黙ってて。あの子は何もしない。ドミちゃん、ドミちゃん、あんたなんでこんなところにいるの？ちょうどええところに来てくれた。君の力が必要なんや。どういうこと？ママ、ここはどこで、この人は誰なの？ドミちゃん、よく聞いて。実はママ、地球を守るヒーローなの。そして明日、地球が滅亡してしまうの。それを阻止するために、私の力とドミちゃんの力が必要なの。いきなりそんなこと言われても、意味がわからないよ。本当は危険な目に遭わせたくない。だけど、この地球を救うためには、あなたの力が必要なの。そうなんや。この地球を救うためにドミちゃんの力が必要なんや。だから受け入れてくれへんか。どうすれば地球を救えるの？それはロボットに乗って戦うんや。今からそのロボットに乗ってもらう。ロボット？ロボットなんて乗ったことがないし、やり方がわからないよ。大丈夫よ。あなたが乗ればロボットが全て合わせてくれるわ。それにママがついてるから安心しなさい。ママ、明日からもアニメの続き見たいし、ママのご飯だって毎日食べたい。だから私やってみる。ありがとう、ドミちゃん。帰ったらあなたの好きなもの何でも作ってあげるからね。よし、そうだね。戦いに出発や。ええ、二人ともついてくるんやね。行こうよ、ドミちゃん。ということで、今
回謎の異星人勢力の攻撃を受け、人類が 99.9% 死滅した世界で奪われた地球を取り戻すべく奮闘するロボットアクション RPG メガトン級武蔵を3人でプレイしていきたいと思います。はい、早速ね、敵、この世界ではドラクターと呼ばれてるんですけれども、そのドラクターを楽しみに行きます。よし。で、あの寸劇では地球が滅亡する前に阻止するみたいな話してたけど、はい、この世界ではもう人類が 99.9% 死滅しております。なんと大変なことになってるよ。大変です。なんとスプアンド、はい、ということですね。はい。で、それを3人で倒しに行く。ただ今の装備では心細い。ほう。俺はもっとみんなをかっこよく強くカスタマイズしていきたい。できるんですか？できます。見てください、皆さん画面見えてますでしょうか？はい、見えてます。はい、俺ちょっとね、やっぱリーダー感があんまない今。初期って感じがしますね。初期にしたからだけど、ね、これね、ローグハンガーってところで、ね、カスタマイズできるんですよ。じゃあ早速押していきましょう。じゃあみんなローグハンガーで、ここでね、こうボディとかね、アームとかね、デックとかね、こう自由にカスタマイズできる。自分だけの機体を作ることができるんですよ。すごい、何通りもできちゃうってことですね。そういうこと。押してみますよ、ボディいきますよ。これ見て見て、こんなあるから、ほらめちゃめちゃあるじゃん。演出は細かいですね。迷う迷う。やっぱリーダーっぽい。あ、ちょっとリーダーっぽいやつあっけ。全然リーダー、あー待って、これリーダーっぽいじゃん。リーダーっぽくない、これマジリーダーや。ちょっと待って、やっぱ白がやっぱリーダーっぽいよね。確かに確かに。ちょっとね、ライトアーム見ていこうぜ。左右で変えられるんですね。そう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 。あー、もう見て見て、これこれはもうリーダー強そう。リーダーです。その炎のペイントがもうリーダー。そうです。よし、いやーおいおい、リーダーが出てきたぞこれ。じゃあレックね。ちょっと待って、悩む悩む。待って待って待って、四足歩行あるぞこれ、見ろほら、これこれ四足歩行。あ、やべ、四足歩行して、どうしよう。四足歩行の方が速そう。速そうです。強そうだよね。あ、でもこれ合わせるとしたらやっぱこっちなんかな。あの、せっかくだからいろいろカスタマイズできるから合わせなくてもいいじゃん。ちょっと四足歩行にしちゃっていい？いいよいいよ。ごめんなさい、ちょっと四足歩行していきます。これね、ああいいわこれ。俺愛着が湧いてくるよね、自分で作ると。はい、で武器もでもポリスってなっちゃってるからちょっとこれはね、変えていきましょう。いや、いいやん。これ3種類は途中で交換できるってことですか？そういうことだね。なるほど。え、この武器って何？これだけしかないの？今後増えていくの？これってそれだからね、こうミッションをクリアしていくとさ、はい、パーツとか武器とかもたくさん手に入れることができるらしい。楽しいですね。そうなんですよ。あー、来た！もうこれです！これです！もうこれです！ OK！ みんな、いい感じ？もう武器もさ、めちゃめちゃあるやん。うん、ただね、ちょ、みんなにこれ教えたい。質感もね、これ自由自在に選べる。そうでしょ。そんな細かいところまで。そう、このビジュアルカスタマイズっていうのがあるんだけど、うん、ここにね、金属感と反射っていうのがあるやん。おこれも、全振り質感全体にして、おお、すごい。うわすごいすごい、やばい、ツヤツヤ。うわめっちゃいかんじゃん、やばいやばいやばい、ピカピカや。うわ目立ちますよ、敵から。目立つな。めっちゃ光ってるぞ。全部マイナスにしたらどうなるかな、逆に。ちょっとなんかマットな感じになるんじゃない？あー、あー、うお、これがこれでね。違いが、ちょっと待って、俺こっちの方が好きかも。マットの方が。マット派だわ。確かにその柄に似合いますね。ね、こうやってね、質感もね、自由自在に選ぶことができるんですよ。はい、じゃあみんな機体はカスタムできたかな。はい、はい、めっちゃ可愛いです。あとね、このローグ名も変更できるんですよ、これ。あ、そうなんですね、はい、これは愛着湧くよ。で、今ねガウディア C ってなってるから、はい、ここ俺やっぱ自分オリジナルの名前入れたい。はい、やっぱ俺ってヒーローでありリーダーであるじゃん。はい、だからキャプテンを入れたい。おお、あ、めっちゃいいよ。オッケー、じゃあこのキャプテンヨッチしていきたいと思います。めっちゃいいや。いいですね、合いますね。うわ、え、見てキャプテンヨッチって入ってる、うん、かっこいい。で、この下の画面見てもらったら分かるんだけど、 R 押し込んでモデルビューってとこあるんですよ。はい、R 押し込むと、はい、機体がこう一望できるわけなんですよ。かっこいい、私の子、はい、じゃあ私の機体からちょっと紹介していくんだけど、キャプテンヨッチね、白ベースで、うん、赤と青のね、うん、こうもういかにもこう主人公、うん、ヒーロー感出してる、機体ですね。ボンボンっぽくも
あるよね。確かにボンボンっぽいね。あるでしょ。あ、なんか武器変更とかもいけるんですね。あ、お前、ことかもしれない。あ、そう、先ほど僕が選んだ武器たちですね。かっこいい。めっちゃかっこいいやん。はい、じゃあみんなのやつを見ていこうかな。はい、では、ドミちゃんの機体はこちらです。はい、かわいい。真ん中のさ、クマのステッカーが、そうなんですよ。めちゃめちゃギャルやん。これはやっぱりあの戦隊もの、戦隊もの意識して、あのリーダーの赤じゃないですか。ああ、なるほど。で、私はなんか女子一人だからピンクかなと思って、あのピンクをテーマに、武器もピンクで、で、ハートをね、あの両腕に入れるっていう。めっちゃいい。で、名前なんだっけ。ドミニクル・ドミニクです。やっぱ、いるんだよ、絶対。そうですよね、いそうなんだよ、戦隊ものです。パイロットで絶対いるんだよ。それでは次はグッピーの機体です。こちらです。かっこいい。敵やん。はい、これの名前は黒いグッピンさんです。おお。いや、でも、黒です。いや、これもう男の子と言ったら、いや、もうかっこいいわ。もう黒での、黒の機体ですよ。この赤い、このね、差し色がほんまにこうかっこいいですよ、うん、かっこいい。この稲妻がいろんなところにあるのがいいですね。テーマはスパークです。スパーク。はい。武器持たしたらどんな感じなの。武器持たしたらね、おー、うわ、強そう。この両手めっちゃかっこいいやろ。強そう。なんか俺のさ、機体となんかすごい喧嘩しそう。確かに、やっぱで、分かっちゃった。分かっちゃって一回喧嘩してもで、あの、このドミちゃんの機体を巡ってこう、なんかドミちゃんの機体、三角関係をしちゃった。ヒロイン立場。なるほど。はい、以上です。はい、はい、じゃあ実際にね、カスタマイズも済んだので、実際に戦いに出撃していきたいと思います。さあ、宿敵ドラフターを倒しに行きましょう。はい、ゲームは1人でも楽しめるし、最大3人でマルチプレイできるので、私たちも一緒に遊ぶことができますね。マルチプレイではみんなでさまざまな技やシステムを使いこなして、協力して敵を討伐することができるから、みんなで力を合わせよう。頑張るぞ。頑張ります。さあ、来ました。ヒーローが降り立った。すごいな。待たせたな。最高。来たぜ。いや、オリジナル機体だよこれ。さあ、自分のね、カスタマイズしたローグでね、武器を使ったり必殺技を使ってね、バトルしていきましょう。はい、最高。戦況に応じてね、武器とか必殺技を使い分けていきましょう。こう攻撃していくと、どん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 必殺技使えるようになるからね。ちょっと僕の必殺技出しますよ。はい、いきます。メガトンパンチ。かっこいい。で、みんな見て、はい、フォースフィールドっていうね、はい、ものがあるんだけど、今、はい、この俺の周りに黄色い、ありましたね。あこに入ると、はい、攻撃力とか上がるから、みんなどん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 フィールドに入るように、みんなどんどん必殺技使っていくように。じゃあ俺今使います。はい、いきます。メガトンパンチ。今できるよ。入って、はい、入った、はい、今入った、今レベル2になったよ。うん、なさっき剣じゃ捨て身の覚悟を使ったよ。捨て身の覚悟を今グッピーに使ったと思うんだけど、はい、覚悟システムっていうのがあって、はい、自分の防御力が下がる代わりにみんなの攻撃力が上がるっていうね、3種類あるんだけど、はい、鉄壁の覚悟とか、はい、捨て身の覚悟、はい、で、静観の覚悟とかね、はい、いろいろあるんで、じゃあ私も今使ってみようか。鉄壁の覚悟を使ってみました。鉄壁の覚悟、はい、オッケー、やばい、敵がもうダウンするぞ。武器を変えようかな。ラピッドキャノン。さあ、長距離からも攻撃できるんで。やばい。わ、この武器強い。あ、倒しました。倒しました。あー、ちょっと俺、次の敵はちょっと遠くから狙ってみよう。あ、いましたね。あ、なんかさっきより強そう。いくよ、発射。え、ディフュージョンブラスター。見てこれ、見てこれ。すごいよこれ。いや、ば、今見た。あ、俺今倒した。俺今倒した。多分俺やと思う。いやいや、俺必殺技今に、いやいやいや、違う、やめて。あ、どれも、あれ、ここに、あ、待って、あー、やばいやばいやばい、デンジャー、デンジャー。これ絶対違うとこにいたわ。遊ばないでください。あれ、どこ、こっち本気なんで。あれ、何してんの。地図見て、地図、右上の。そういうことか。あ、いた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 。何しろと呼んだの。俺が今足を引っ掛かる。止まって見えるわ。あ、あ、
今のは俺だね。いやいや俺だね。最後までいやいやいや俺が先に行く。さあついてこい。リーダーは黒じゃねえぞ。おう、あまさかまさかこいつは人まで違うぞ。マットウォーカーやば。今まで黙ってきたがみんなバトル中に一人一度しか使えない歌舞伎ファンクションっていうね必殺技で敵に大ダメージを与えることができる。マジか。ドミちゃん、はい、今こそ歌舞伎ファンクション使うんだ。じゃあ歌舞伎ファンクション使います。使ってくれ。いけ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 、ね、発射。いけうわすごい。みんなに出てる。ソル系の分断いったか。すごい。これ大ダメージでしょ。あ、めっちゃ食らってるやん。倒した。あ、え、あとそいつだけ。あ、違う違う、こっちには違うとこはもう一体やろ。よし、こいつはやろう。俺行っちゃう。必殺技、ま、行こう。よしよし今ダウンしてるから。でもまだダメージがそんな。行けー、フッピン。ファイヤー歌舞伎ファンクション。おお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 おやったなおい。よしやったな。ほんだけこっからが本番だ。えーいファイヤーダゴ殴りだぜ。ダゴ殴りだよ。おらおらお前エガトンパンチ。ラブアロシャッセミの覚悟。いけ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 続けて。ゴー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 。手間敵の覚悟。ハリケーン。待てちょっと待って見た。あ、すごい待て離れろみんな。一回一回離れろ離れろお前ら離れろ一回。よし俺が決める。よしよしちょっと待て。よし行くぞ。お前らよく見とけ。早く早く。お前の人も食らえ。カムティファンクション。いやいいね。おーすげー。でけー。食らえ。ギガントパンチラッシャー。いけ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 。ほらほらほら。一番の必殺技はメガドンパンチだったわ。メガドンパンチで決める。そんなよいいな。あ、インパクトパンチしちゃった。やばいやばいやばい。あ、なんかさあ、あなんか俺が決めた感じだ。なんかあじゃあインパクトパンチで倒しちゃった。あ、あれあれ歌舞伎ファンクションで倒したかったのに。あ、でもまあ倒したぞ。はい、というわけでメガトン級武蔵プレイしたけど、2人ともどうだった。いや、めちゃめちゃ楽しかった。うん、と迫力の映像やアクション、必殺技などを駆使したバトルできるから、一人でもプレイできるけど、みんなで遊ぶこともできるので楽しかったですね。そうなんですよ。さらにですね、戦うだけではなくて、個性豊かな登場人物たちの濃密なストーリーも、楽しめちゃいます。放送中のテレビアニメとリンクしたストーリーが、しっかり楽しめるほか、ゲームだけでしか見ることができないアナザーストーリーも必見でございます。テレビアニメ放送中で YouTube のレベル5チャンネルで全話無期限で無料公開しているから、ゲームとアニメ両方楽しんじゃいましょう。11月11日に発売しているメガトン級武蔵の詳細は概要欄に記載してあります。ぜひチェックよろしくお願いします。それではこの動画が面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。皆さんもぜひやってみてください。やってみてよ。